S2000 の、うん、鳴らしが終わったよ。第一段階終了。第一段階、え、だ、要するに1000キロを走ったと。ああ、鳴らし1000キロでいいんですか。いや、だから4000回転で1000キロ。これからオイル交換をして、5000回転で1000キロ。いや、6000回転で1000キロ。9000まで行くにはだいぶ。ちょっといい感じだよ。まあ楽しい時期だよね。そうですね。なんか確かに回り方変わってきますよね、うん、500キロぐらい経つと、うん、あ、なんかちょっと良くなってきちゃったかもみたいな、うん、俺告白があるんだけどさ、この前の時もどうしようかなと思って言わなかったんだけどさ、グループ A インターテック、古い話ですね。1987年のことでした。もう時効だから言っちゃうけど、86で出てたんだよ。でそれで、エンジンが組み上がるのがすごい遅くて、はい、もうレース始まっちゃうじゃん。練習走行の日にの朝方、エンジンが組み上がったとかって、はい、おい君さってナンバー付きの86に乗っけるから鳴らししながら行ってくれる。でももう走行時間まで時間もないわけよ。で5000回転以下で走れって言われて、急がなくちゃって言って5速5000回転で走ってたら途中でメタルが行ってしまったって。バカじゃないよ。その時なんだ壊れちまったぜって思ったんだけど、この前タイプ1のジョモスさんの話を聞いて、4000回転リミットでもアクセル床まで踏んでいる4000回転っていうのも4000回転なんで、急激にピストンリングを押さえつけられて、そうするとかじりの原因とかにもなってきますんで、そこはアクセル回路もやっぱり半分ぐらいっていうイメージで加速してあげてください。俺が5速じゃねえよ。皆さん気をつけましょう。